こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。前回は目を覚ますにはテレビからの脱却が必須というお話をしましたが、本当に多くの方が同じことを言ってますよね。そしてこの世の闇やからくりに気づいて自分の本当の魂と向き合う準備ができたなら、次は宇宙の真理、宇宙の法則を知りましょう。ただ前にもお話ししましたが、この世の闇やからくりに気づいたらもう深く追求する必要はありません。深く追求するとあなたの波動が下がるだけなのでやめましょう。逆に何も知らず洗脳されたままの状態でお花畑ふわふわ系スピリチュアルをやっても何も変わらないと私は思っています。私がそうだったように、本当の魂が出てきていないのに三次元意識のままスピリチュアルを実行しても外側は大して変わりません。私の現実がめきめき変わりだしたのは、この世の闇、この世のからくりを知って、これからは周りに振り回されるのではなく自分軸で生きようって決めた時からでした。そのあたりからシンクロがスピーディーに分かりやすく起こるようになりました。そして降ってくるインスピレーションに従って行動すると、あっという間に現実がうまくいくようになったんです。なんとその間たった3ヶ月です。一生懸命スピリチュアルやっても大して変わらなかった私の人生がたった3ヶ月で激変しました。突然別の次元に移行したっていう感じです。この世の闇と向き合って目を覚まし、本当の自分に気づいた時点で別のパラレルワールドに移ったのかもしれません。もし洗脳されたままだったら今でも同じパラレルワールドでそこそこの人生を送っていたかもしれません。だからこんな私でも変わるんだから、誰でも簡単に変わります。ではここで、現実がうまくいかない、辛い現実が全然終わらないとネガティブな思考になっている方に、並木義和さんの最新メッセージをお伝えします。結局はどんなことでも自分で気づくことが大切と感じました。どんな問題も気づきなくしては終わらないし、逃げてもまた遭遇するというこの宇宙のからくりが分かれば、今後何が起きても怖くありません。並木さん曰く、どうやら私たちは生まれてくる前に自分で成長段階を決めてくるそうです。例えばこの時期までにここまで成長するみたいな感じですね。今の時点でいろんな問題が起こっている人は、自分が決めた成長ポイントまでだいぶ差があるから、早く自分が決めたポイントまで行けるようにといろんなことを引き起こして成長を促しているんだそうです。だから自分が決めてきたポイントまで加速していけるように宇宙が応援してくれているんだな、この問題を一つ一つクリアしていくとそのポイントまで到達できるんだなと、すべて成長するチャンスと捉えてくださいと言っていました。その新しいポイントに到達すると、ひょっとしたら今までやってきたことをやめることになるかもしれないし、今まで関わってきた人と関わりが解消されることになるかもしれません。要は新しいステージにふさわしい人たちが現れ始め、新しいステージに必要な情報や仕事、やるべきことが形になって入ってくるということです。だからどんなに理不尽なことが起こっても、宇宙は最善最高のタイミングであなたに成長を促してきてますので、いいことが起こっていると捉えてくださいね。ここを他人のせい、政治のせいなど外側のせいにして嘆いていると、いつまで経ってもその苦しみから抜けることはできません。どんなに私は悪くないと思えることでもそうなんです。あなたに何かを気づいてほしくて起こっているんですね。ここに気づいて課題をクリアした人が次のステージに上がることができます。で、タイムスケジュール的には2012年に地球の意識が次元上昇すると決め、宇宙から光のエネルギーが入ってきて地球が次元上昇を開始し始めました。そして2018年から2020年、この3年間すごく大きな光のエネルギーが私たちの意識に入ってきて、ここから特に人類の目覚めが加速し始めたそうです。
そして2021年の冬至で大きなタイムスケジュールが一段落します。前にもお伝えしましたが、特に2020年の春分から2021年の冬至までが大激変の2年間になると並木さんは言ってましたよね。だからこの大激変の2年間は嫌がおうでも私たちの意識を変えざるを得ないことが起こるのは当たり前のことなんです。もちろん私たちの魂はこの大激変の2年間を肉体を持って通過するということは知っていて、それに備えて準備をしてきています。だから本当の自分につながって、その準備をしてきたことをインスピレーションで下ろしながら、今何をしたらいいのか、どう進めばいいのか、心の声に耳を傾けて行動すれば、すんなり超えていくことができるそうなんです。なので今は人の上げ足を取って反論したり、人や物事をジャッジしたり批判してる場合ではないんですね。もしも私たちの集合意識の変革がうまく進まない場合は、今体験している以上の混乱がもっともっと起こるそうです。私たちの集合意識が自分たちが目覚めたくて起こすんですね。つまり自作自演ってことです。今一番大事なことは、一人一人が自己責任を持って目を覚ますか覚まさないかを明確にしていくことなんです。ゲートが本当にあるのかないのかとか、コロナは陰謀論なのかとか、どうでもいいことなんです。すべて私たちの覚醒を促すために起こっていることには間違いないからです。もっと言うと、日頃あなたの周りで起こる問題やトラブルは、すべてあなたが目を覚ますかどうか、この課題に気づくかどうか、そのきっかけのためだけに起こっています。だから何が起こったとしても誰の責任でもない、自分が自分で起こしているんです。本当のあなたの魂は早く気づいて次のステージに行きたくて仕方がないんですね。だからこれも自作自演です。このからくりに気づかないと一生抜けることはできないし、同様の問題が手を変え品を変え人を変えて逃げても逃げても追いかけてきます。そして私たちは自分が持っている可能性を最大限発揮するために地球に生まれてきているので、そのためには目を覚ますことは必要不可欠なんです。眠りの意識、つまり三次元意識で考えちゃうと、ああだこうだやれない理由を考えて結局やりません。目を覚ますと、これをやりたいと思ったらやろうという意識になれちゃうので、できちゃうということです。これはよくわかります。バシャールも再三言ってますが、行動に移さないと確かに実現しないですからね。だからいくらスピリチュアルの本を読んで勉強して知識を増やしても、大して現実は変わらないのです。まあ何度も言いますが、私がそうでしたので。なのでしっかりと目を覚ましたら、ふわふわ系楽々スピリチュアルをどんどんやりましょう。順番を間違えたら現実なんて全然変わらないじゃんってことになるので、お気をつけください。そして約250年続いた地の時代は終わり、風の時代に入ります。これからの時代は柔軟性を持って柔軟に順応していかないと生き抜いていけないと並木さんは言っています。とっとと変化して、とっとと目を覚まし、とっととその先へ行くシンプルさとスピーディーさを持てる人が、これから先どんどん伸びていくと言っていました。はい、ではここからは突然さっき始まったライブ配信のお話なんですが、あのバシャールのそばで働くカルマさんからメッセージが届きましたので、予定を変更してお届けしたいと思います。それはシリウスからの切実なメッセージです。大事な部分だけお話ししますね。我々からあなた方に質問があります。日々の暮らしの中で、あなたは毎瞬毎瞬、毎秒毎秒、あなたにとっての心地のいいこと、気分の上がること、気分のいいこと、ワクワクすること、楽しいこと、穏やかな気持ちになること、幸せな気持ちになること、そういったことを24時間できていますか？あなた方にとってこれ以外に必要なことなど何もないんですよ。ほとんどの人が考えすぎていて、本当に自分のしたいこと、自分の好きなこと、自分が最も心地がいいことというのを日常でするのを忘れているか、
考えすぎることによってできない理由を考えてしまっているのか、たくさんの人が本当はこれがしたいのにあれこれ理由をつけてしない。ですから変わるものも変わらない。人間社会で生きているとこうしなければいけない、ああしなければいけない、ではどうやって食べていくんだ、そうは言ったってこれをしないと生きていけない。本当にそうでしょうか？それはあなたの観念なんですよ。その観念があるから本来であればすぐ変わるものも変わらないんです。2020年、あなたの目にはいろんなことが起こっているように見えるかもしれません。あなたを通して見ると嵐のようなあまりいい年には見えないかもしれませんが、外で起こっていることは関係ありません。したがって常にあなたの好ましい状況や世界に行くように工夫をして、あなたの想像力を最大限に使ってご自身が本当にしたいこと、何がしたいのか、何が好きなのか、どういう時にホッとするのか、気分がいいのか、楽しいのか、幸せなのか、何でもいいですが、常にそういった状態でいるようにしてください。そうでないのであれば、まだまだあなたにとっての最も好ましい状況、環境、暮らし、世界に移行するためのチャンスがあるということです。この機会に本当に何がしたいのか、些細なことでいいんですよ。しっかりご自身に向き合って、そして行動を起こしてください。2020年、ほとんどの人が今まで興味がなかったいろいろな情報が飛び交っていますね。それをあなたはゴシップ感覚で見ているんですか？あなたが人々と調和して心地のいい世界を望んでいるのであれば、すべての情報を最大限に利用してください。あなたにできること、何でもいいです。しっかりアイデアを出して行動に移してください。例えば政治のこと、環境のこと、あなた方コミュニティのこと、動物のこと、食事のこと、水のこと、空気のこと、何でもいいです。あなたは何かしらの情報を得ているはずですね。なぜなら今年になってからこのような情報をよく見るようになった。そして自分の生活に当てはめるようになった。それだけでは広がりが少ないと思いませんか？もっともっと拡大してください。その拡大をするためには何をしたらいいと思いますか？行動に移してくださいね。と、まだまだ続くのですが、このように熱く熱く私たちにメッセージを送ってくれました。並木さんもシリウスも私たちに葉っぱをかけてるような、もうバシバシお尻を叩いてるような、そんな切実な思いを感じました。こんなにいろんなメッセージを送っているのに、なぜあなたたちはいつまでもうだうだ言って行動に起こさないんですか、と軽く叱られてるような感覚でしたね。特にシリウスには。ぜひシリウスに真剣に叱られたい方はカルマさんの動画をご覧ください。また概要欄に URL 貼っておきますね。はい、ということで今回は以上となります。だんだん宇宙からのメッセージが白熱しているように感じます。まだまだ何をしていいのか分からず立ち止まって悩んでいる人は、真剣にあなたの心の声を聞いてみてください。そして小さなことでもいいので、自分の心の声を発信してみてください。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。